ラベルフラッシュラベルフラッシュとは、プリンタを使わずに DVD ドライブで、メディアのレーベル面に、文字や画像などを直接書き込む、機能のことである。ヤマハと富士フィルムとの共同研究によって誕生した。表面から深さ0.6ミリの位置にある、描画層に、青紫色の描画専用色素を配しており、これをレーザーにより透明化させることで、濃淡のある描画を行う。現時点では、 青紫色単色のみで、カラーには対応していない。メディア表面ではなく、ディスク表面から 0.6mm の深さの、ポリカーボネート層で保護された位置に描画するため、手で直接触れることができず、汚れや傷がつく心配はない。直接ディスク表面に印刷する、インクジェットプリンタブル形式に比べ退色や滲みに、強いため長期的な保存に向いている。いずれも、 IO データ製 DVR ウエン 18GEL の表記による。印字には、ラベルフラッシュ対応ドライブ、ラベルフラッシュ対応 DVD メディア、ラベルフラッシュ書き込みソフトが必要になる。印字面がディスク表面にあるライトスクライブとは異なり、ラベルフラッシュ対応メディアの代わりに、DVDR 記録面の未記録領域にも書き込みができる。ラベルフラッシュ専用メディアは、ラベル面の最内周部に、 ラベルフラッシュ対応ディスクであることを示す情報が埋め込まれている。2007年9月時点では以下のメーカーから対応製品が発売されていた。ありがとうございます。